すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、仙台シリーズおりまして岩手県突入しますということでこちらです。ドン。 JR 矢巾駅から徒歩7分くらいのところにあります、煮干しラーメン白黒さんにお邪魔してます。こちら白黒さん、岩手にありながらも最先端なシティ感のある都会の煮干しラーメンがいただけるということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、煮干しラーメン白黒さん、白い食券制です。今回すするは煮干しそばに味玉トッピング、そして煮干し系といえばの和え玉もプッシュしました。和え玉は醤油か塩で選べるので、今回は塩でお願いして、分かりやすいメニュー表を眺めながらのんびりとマッサージして待ってた。来ました、こちらが煮干しラーメン白黒さんの煮干しそば味玉トッピングです。くーん、これぞ煮干しラーメンといった正統派な見た目。ドンとでかく構えたレアチャーシューもすごそうだなってことで、いただきます。まずはうまいか否か白黒はっきりつけるべく、スープから一口。白ガツンとくるわけではなく、旨味が優しくじんわりと広がり、後味はさっぱりとしていてうまいです。さあ、それではレアなうちにレアチャーシューに行かせてください。大判ですが、こちらを一口で食らってみると、肉っとして柔らかく臭みはないけれど分厚くて肉肉しくうまうましいレアレアチャーシューです。ここでお待ちかねの麺、煮干しそばらしいストレート麺をすする。でこーん、心地よいパツパツ感のある麺はつるっとすすれて歯ごたえも楽しめるという、煮干しスープにはベストマッチな麺。まさに宝町の白と黒のようなコンビネーションです。さあ、ここで同行していた方の濃厚そばも少しいただいてみることに。こちらは煮干しそばよりも塩分や煮干しの旨味が全面にグッと顔を出す、文字通り濃厚タイプで、どちらがうまいかなんて白か黒では答えられません。というわけで、自分の煮干しそばに戻って穂先メンマをパクリと食らい、この優しい煮ぼ感に地球星日本国の安全は今日も守られているなと確認して、あっという間に麺は完食。とここで終わらないのが煮干しそば。頼んでいた和え玉の塩が到着しました。こちらも見た目は正統派な和え玉ですが、早速混ぜる。ふんわりと香る煮干し粉に一杯すすった後でも食欲全開になったところで、まずはそのまますすってみると、シャキーン、塩だれがキリッと効いていて煮干しの風味も鼻を抜けるこの和え玉、これだけで十分なうまさですが、これをつけ麺風にして残ったスープとすすってみると、より塩気が立ってさらにキリッとするので、これが抜群のうまさ。そんな白と黒の間に広がる無限の色を感じながらすすって、やっぱり煮干しそばに和え玉はマストだなと実感したところで、半熟具合バッチリの味玉を優しい煮干しスープと一緒に楽しんだら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。岩手で正統派な煮干しそばに出会える素敵な一杯でした。それではごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。いやー、白黒さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。煮干しの風味もバッチリで、優しい旨味を感じられる正統派の煮干しラーメンでした。スープはあっさりしつつも煮干しの旨味がじんわりと広がる感じで、後味もねさっぱりとしていて飲みやすかったです。そしてレアチャーシューが肉肉しくて、そして柔らかくてジューシーで、とっても美味しかったですね。後半は煮干しラーメンといえばの和え玉ということで、全体を混ぜることによってキリッと効いた塩だれが麺とうまい具合に絡んでね、さらにその麺をスープにつけて食べると煮干しの風味がアップしてすごく美味しかったですね。最近では各週で限定メニューも出しているということで、岩手にありながら目を離せないお店ですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッシュフレーズ、煮干しラーメン白黒さん、4696-4649や、白黒よろしく。最高。だめよ。お、めっちゃジューシー、うまい。おー、あんまわ。